上山ダムは、神奈川県相模原市緑区、相模川本川に建設されたダムで、神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市の共同施設である。上山ダムは、高さ75メートルの重力式、コンクリートダム。目的は、相模川の洪水調節、横浜市、相模原市、川崎市及び、湘南地域への上水道、工業用水の供給である。 寒川取水石から相模原沈電池を経て各地へ、送水されているほか、相模道水を通じて、宮ヶ瀬ダムや道志ダムとの間で貯水を融通し、効率的な水運用を図っている。目的の一つに発電があり、揚水発電用のダムとしても利用されている。神奈川県営発電所、白山発電所は、境川の本沢ダム港、上池、城山ダム港を、 下体家として水を往来させ、主に昼間の電力消費を賄うことに特化した発電を行っている。なお、発電時に落水させた水をダムに戻すのにも電力が必要であるが、これは夜間に各発電所で発生する余剰発電分を使用している。揚水発電所は電力会社が主体となって運営されることがほとんどで、白山発電所のように、 地方自治体による例は極めて稀である。ダム天馬を国道413号が通過しており、城山大橋とも呼ばれている。国道16号及び JR 横浜線橋本駅、等の相模原市中心部へ通じる主要幹線道路となっている。ダムが幹線道路に使われる例は全国でも珍しい。これも都市化の影響である。ダムのクレストゲート、オフィスゲートはに 石川島張馬重工業レゾ造船所によって制作されたものである。つくいこ、相模川下水統制事業によって相模川にはすでに相模ダムが1947年に建設されていたが、横浜市をはじめとする神奈川県内の人口急増に伴い新たな水源確保が重要となった。そこで神奈川県は相模川に新たなるダムを建設して、 水需要に対応しようとした。こうして、補助多目的ダムとして建設が開始され、1965年に完成した。城山ダムによって形成されるダム湖は、つくい湖と命名された。都市部近郊であり、レジャーで訪れる観光客が多い。つくい湖によって、多くの家屋が水没することになり、住民の移転をめぐる保証交渉では、大体地宅地造成による保証で答えた。 これは後に、水源地域対策特別措置法の代替地取得等、保障対策のモデルとなった。満水時に、津久井湖は上流にある季節の沼本ダムに達し、停滞下部を水没させる。近くの津久井湖上山公園内には、ダム工事で殉職した13人を称える、異例碑が混流されている。上山ダムは、周囲を住宅地に囲まれていることから、 生活排水が流入することによる不栄養化、水質汚濁が問題になっている。弁天橋、桂橋、名手京三井大橋、城山大橋、城山大橋から新小倉橋、小倉橋高田橋相模川水路橋、神奈川県公営企業の設置等に関する条例、津久井町ダム市編集委員会、津久井町ダム市、津久井町、1986年3月、 P91 上山ダム寒川取水関、神奈川県2019年7月7日閲覧相模川の上山ダム緊急放流終了水位高い状態続く県が注意呼びかけ毎日新聞2019年10月14日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年10月14日閲覧ありがとうございます